ボートを漕ぐ、ネグリト二人のネグリトアティ族の女性ネグリトとは、東南アジアに住む身長が小柄な少数民族を指し、これらの地域に、マレー系民族が広がる前の先住民族であると、考えられている。アンダマン諸島の大アンダマン人、ジャンギル、ジャラワ族、オンゲ族、センチネル族の14の民族、マレー半島と、東スマトラのセマン族、タイのマニ族、 フィリピンのアエタ族、アティ族、バタク族、ママンワ族などの民族、ニューギニア島の西部の先住民の一部が含まれる。ネグリートとも言う。身長は低く、諸民族の中でも最も小さな人々であり、太陽州、ピグミーとも呼ばれる。オーストラロイドに属し、暗い褐色の皮膚を持ち、巻き毛と特角を持つ。産地に住み単純な採集や狩猟を行い、 移動や木端を行う場合もある最終狩猟民である。フィリピンのアエタなどは火を使用するが、アンダマン諸島民は火を使わない。セマンは、木の皮を叩いて、柔らかくして、衣服を作り、洞窟や木の葉で覆った家に住んでいたと記録されている。ネグリトという言葉はスペイン語で、小柄で黒い人という意味であり、当初スペイン人公会社たちは、ネグリト人の肌の黒さから、 アフリカ人の一種かもしれないと考えていた。マレー語では、オランアスリ、すなわち、元からいた人という。フィリピンでは、現在のマレー系の民族が船で到来する前の先住民とされ、パナイ島の伝説では、ボルネオ島から渡ったマレー人たちが、ネグリト系のアエタの民から土地の権利を買ったとされている。ネグリトの人々は、他の民族と比較して、 最も純粋なミトコンドリア DNA の遺伝子プールを持つとされ、彼らのミトコンドリア DNA は遺伝的不動の研究の基礎となっている。ニューギニア島やアンダマン諸島のネグリとは固有の言語を持つが、マレー半島やフィリピンのネグリとは周辺所属と同様のものを話す。これは過去のある時点で固有の言語を喪失したものと考えられている。 ネグリトの言語が含まれる書語。語族ファイル、アーリー、ステージズオブザ・オーストロネシアン・ディアスポラ・ショーイング、ベスト、フィットゲノミック・プロポーションズ・オブ・オーストロネシアン、スピーキング・ピープルズ・イニセ・アンド・ゼア・インフォード、ポピュレーション・ムーブメンツ、PNG ・ネグリトを含む東南アジアの諸民族の、ケーフ・ネグリトは、人種的にはほぼオーストラロイドであるが、遺伝子は一部モンゴロイド由来のものが混じっており、 一様ではない。アンダマン人は母語とする言語系統から大アンダマン人、恩ン,ン人、センチネル族に対別できるが、このうち調査がされている大アンダマン人と恩ン,ン人では、Y 戦色体ハプログループが、で大きく異なっていることが知られている。遺伝子調査の結果によると、大アンダマン人は、でアフリカと南ルートをとってハプログループ界、K、L、P、および、 北ルートのオーストロアジア系、O1 ビット1が合わせて100%であるが、オン欧岸人は、ハプログループ D1A2 ビットが100%を占める。ハプログループ D1A2 ビットは、デアフリカと、北ルートで、イランアルタイ山脈チベットビルマ、アンダマン諸島という経路を辿ってきたと考えられる。なお、アンダマン人のミトコンドリア DNA ハプログループは、大アンダマン人、欧岸ンン人とも、 で、デアフリカと、南ルートで到達したと考えられる。M31、M32 のみが観察される。あえたは、Y 線色体ハプログループ K2BHP378 が60%のコーヒーインド見られる。また、ハプログループ P が40%見られる。これらのタイプは、で、アフリカとインドを経由して、南周りで到達したオーストラロイドの系統である。 オーストロアジア語族を話すセマン島は、他のオーストロアジア系民族と同様、ハプログループ O1 ビット1がよく見られるが、周囲の民族に比較して、ハプログループ C が高い頻度で見られる。ありがとうございます。